はい、ワード2いらっしゃい。はい、ワード2、チヨいらっしゃい。おはよう、なつさん。おはようございます。はい、ワード2、のんたいいらっしゃい。ハートありがとう。おはよう。Thank you.
何してんの？あ、プロフィール欄書き換えてた。見づらいから。さっきコッペパンの枠、和道さんコメントした瞬間すごく面白くなった。いやひどいよな、ちょっとコッペはどうにかしねえとな、あれ、うん、コッペは本当に振りとかが分かんない。結構 KY だよねあいつ、うん、ひどかったねちょっとね。いや俺ちょっと若干ノンタンと一緒に見てたんだけど引いたもん。結構ドン引きしちゃったもん俺。いや結構ないなと思って。あれはまずいレベルだよね。あ結構病気かなこの子っていう。鈍いよね。絶望的にトークが下手になってたからな。びっくりしたよ。うん、あれはちょっと引くよね。フォロー外そうかなと思ったもんねリアルにちょこれフォロー外そうかなっていう、うん、うん、思うよねあれは。年齢差気にしておじけづくとかないっていうか、そのないよな年齢差っていうか、その楽しませる気あんのかなっていう。しかもなんかちょいちょい本気のナルシストが気持ち悪いかんな。あれやばいぞほんと。あれ結構まずいよね。消えた。バーガー1個で2位になった。今落ちてる。俺5位だったわ。俺5位だった。はい、ワード2。はい、明けおめ、アミ、ことよろ。
あけましておめでとう。ハート2つ投げたよね、フォロワー。じゃあ、姉ちゃんが1位だな、多分花火投げてたから。姉ちゃん1位、2位が古代、3位が綾香、4位が誰か分かんないけど、5位が俺。すげえな。弱小だな、弱小。弱小なものでしたよ。一応ハートとかつけてコメントする人もいるんだね。いや、まあまあ、いや、可愛がるのは大事なことだと思うけどね。大事よ。大事大事。キラコメする人いるんだ。ファンがいるんだね。あれでも需要ねえだろう。あるのかな。今月はロハコさんと絡みますか？ロハコさんとの晩ご飯配信またやりますか？ロハコさんね、会いに行きたいね。ロハコさん会いに行きたい。いじられてるよりやりやすいとか言ってんの。つまんないけど肉ね、ま、ね、絶望的につまんないよね。本当に。本当に絶望的につまんないんだって。マジで。どうするや、あれ。れはやばいよね、マジで。ロハコさんと絡みたいっすね。私はあれをどうすれば面白くなるのか分かんない。あいつでもあれで5000人コンビとかあったんだよ。ニコ生時代はアクティブ結構高かったんだよ。俺とタメ張るぐらいいたんだよ。なんか、この1、2年ぐらいで差がついてしまったよ。マジでさ、なんかちょっとやりづらいから、なんつうの、知り合いの生主がさ、かそるとか嫌なんだけど、俺、元ライバルだったやつが、落ち目とかさ、本当に嫌なんだよ。なんとかして這い上がってくんねえかな。あいつあんな面白くなかったっけ？もっと面白かった気がする。信じられないよね。マジでね、何があったんだろう。本当につまんなくなってんだよな。なんかね、もう、なんか、結構 結構もう、本当にあんなやつじゃなかったんだけどな。なんだろう、褒めて伸ばした方がいいのかな。主さんのロハコ飯の食べっぷりが好評。あのね、うまかったっすね。ロハコ丼うまかった。
なんか揚げ物すごいゴテゴテに盛るんだよ、ロハコさん。ロハコさんに会いたいな。最近全然会ってないね。昔のコッペはなんかもっとオラついてる感じだったんだよね。声がでかくてギャーギャー騒ぐ系の生牛で結構張りがあったんだけど、もう絶望的に乗ってないんだよな。だから多分ね、もう感覚なくなっちゃったんだと思うよ。面白オーラがゼロなんだよ。なんかもうほんと悲しくなるんだよな。もうコッペはダメかもしれない。でもあれだな、なんか僕は配信で大手になる気ないんでっていうのはちょっと悲しいよね。だから配信でがっつり稼ぎたいっていうさ、志高い人と出会いたいかな俺は。なんか生きのいい若手みたいなのに出会いたい、大手になりてえみたいな、大風呂敷広げる人と出会いたいよね。ちゃんのスレとかも立ってほしくないって言ってたから残念に思った。もうだからなんか保身だよな、保身、保身ですよ。今日はロンパリ、あ、お前ブロックね。はい。いるよとか言って。ロハコさん御用達の業務スーパーの揚げシューマイ、アジフライ、イカリング、うまかったですか？意外とあれがうまかった、アジフライがうまかった。なんかねすごいんだよ、10枚入りで300円ぐらいの、1枚30円とかで売ってんだけど、うまかったっすねあれ。うまかった。サムネ真っ白って流行ってるの？サムネ真っ白の人多いよね。
他の配信者とのコラボの予定。他の配信者とのコラボの予定は今のところないですかね。今のところないですね。うん。見たい？確かにね、誰か絡みたいね。でもね、コラボね、いい人がいたらいいんだけどね、うん、コラボって難しいんですよ、噛み合うかどうかだから、うん、誰かいい人いたら紹介してください。女の子はダメよ。女の子はダメダメ。主さん、よいしょのスキルはどこでマスターしたんですか？ロハコさんうまくリードしてましたよね。僕結構よいしょ派ですよ。もともと。先輩と付き合いすることが多かったんで。基本的には、ゴマすりタイプですね。よいしょ大好きです。ダメだよね。のんたんが許してるのは望みだけだからね。望みに関しては何も言わない。女の人はとりあえずダメだ。のんたんが発狂するから。のんたん、ポテチ食わない？俺食べていい？どっち食べたいのんた？ワンタロウがか、ちょっと待って、聞こえない。何？どっちでもいいよ。食べたいのどっちでもない？うん。ポテチ食うわ。カラムーズ、ワンタロウが買ってきて、カラムーズとピザハットってどうだって。いただきます。ピザポテト。友達だもんね。ピザポテトうまっ。うめっ。うまっ。
なんか左耳が聞こえなくなるんだよな。俺左耳聞こえなくなるかもしれない。いや最近弱いんだよね。ピザパッツの匂いきついよね。わかる。わかるわかる。ともえって誰？俺は知らない。彩香に聞いて。サメちゃんとコラボどうかな。タイプが違うから。いや、サメ島さんともうあれだよ、2回ぐらいやってるかな。2回やってるよ。全然可愛がってもらってますよ。サメ島さん見てる人多いし、海も海でね、一緒に江ノ島で泳いだり、あとボーリングもやったし、交通事故の時も一緒にいたもんね。ともえか。はい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 。俺違うよ。ともえがフォロワー3人ぐらいの時、俺がお、あやかでしょ。あのストリッパーのダンサーでしょ。あの売春してることを赤裸々に語ってる子。俺あの子がフォロワー7人とかしかいない頃からニコ生で進めてたの。この子面白い、この子面白いっつって。その子でしょ多分。統合失調症で、あの売春してる歌とか歌ってる子でしょ。知ってるどころか、俺その子見つけて拡散したぐらいだもん。ニコ生もう1年ぐらい前だけど、この子伸びるみたいな。ねえ、主さんが合わないと思う配信者とあげれば、主さんと合う配信者わかるかも。合わないと思う配信者、いや噛み合うかどうかだから、やってみないとわかんないよね。すごいね。やっぱ被ってるんだね。面白いと思うもん一緒なんだね。ともえさん興味あるね。こんにちは、ポコさん。あの子ぶっ飛んでるよね。振り込めは NG 対象？振り込めってどういうこと？ん？消えたな、コメント。あれ？俺幻覚見えてた？ん？なんだ？今コメント消えたよね。なんだ？消えたよね。びっくりした。なんか見えちゃいけないコメントが見えてんのかと思った。ついに統合失調症もここまで来たかと思って。コメントが見えたぞ、みたいな。ついに俺も、大手配信者みたく、エアコメント読めるようになったのかなと思って。びっくりした。
トモエとやれば、多分ね、ノンタはね、トモエがどんなキャラか分かってないんだ。闇将軍の牛丼トング事件はどう思いますか？まあ、クズ野郎だよね。クズ野郎。ぶっ飛んだよね。でも他の人の話してる姿とか見たら人が良さそうだし、対談したら面白くなると思った。うん。彼女は浅井さんに繋げたいと思ってたんだよ、俺。和道がブロックしてるように見せる印象操作。あ、どうなんだろうね。バカプレゼントありがとう。なんか別に生主だから迷惑かけることもあると思うし、何やってもいいんだけど、生主としてダメなのは自己保身がダメだと思う。なんか ADHD の疑いがあるとか言い始めた時はもうこいつ病気だなと思ったもん、ほんと。闇将軍何回も会ったことあるけど ADHD だと思ったことなんて一回もないよ。闇将軍はね、あの精神病なんじゃなくてね、あの少年が腐ってるだけだと思ってる。本当に性格と人格が腐ってるだけだと思う、ね、うん、マジな話すると。闇なんとかまだ配信やってんの？やってない。もう引退した。もうどれくらいやってんのかな？ 10 日くらいやってないかな。うん。おはよう。アイテムありがとう。ツイッター職人やってるね。うなちゃんマンが引退した時もゆいがさんが引退した時と同じだよね。ある程度の配信者は、ある程度までいった配信者はツイッター職人になる。ネットからは消えないんだ。だからもううなちゃんマンが2代目レインメーカー名乗ればいいんだよ。で、闇将軍が3代目レインメーカー名乗ればいいんだ。いや、俺は政治は語らないですね。なんでかっていうと、じいちゃん政治家だったんですよ。で、政治に対してあんまいい思い出ないです。酒場に帰ってたんだよ。うん。のんさんね、ちょっと今日機嫌悪い。ごめんね、あやか。なんかさっきコッペのところで、俺が一人で笑ってたから、なんか気分悪かったみたい。あ、ね、やめなさいよ。のんのん。のんだ、煽ってないから。のん。
な。煽ってないよ、煽ってないよ。やから先輩と他の配信者とバトル放送ありますが、興味ありますか？面白そうですね。やから先輩、何のバトルなんだけど。喧嘩やめよ、喧嘩は。音でかい？ BGM の音？ BGM の音でかい？これくらい？どれくらいだろう？これくらい？ありがとう。うん、オッケーオッケー。ありがとう、教えてくれて。ブラックコーヒーは圧倒的に缶コーヒーはタリーズ。もうこれ以外ない。これ完成品だと思ってる俺は。もう多分ね、俺ね、缶コーヒーね、多分どれくらい飲んで、700種類ぐらい飲んできたけど、ブラックコーヒーを。多分これが一番うまいね、間違いない。うん、キリマンジャロ 10%、 ブラジル 80%、 コロンビア 10%。いや、俺はアウトロー系の配信者嫌いっすね。タリーズ、そう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 。タリーズの缶コーヒーって出てんだよ。これがうまいね、ブラックは。うん。完成度全然違うよ、本当に。缶コーヒーの中ではこれがダントツにうまい。もう、格が違うね。うん。うまいよね。これはマジでうまい。
もうブラックこれ以外飲めないもん。いや缶コーヒー好きな人、普通のコーヒーが好きな人はこっちかな。同意見だよね。これだよね。これが出てからブラック業界変わったよね。缶コーヒーの、缶コーヒーのブラックがこれで本当に変わったんだよ。あの缶コーヒーっぽくないの、普通にうまいコーヒーって感じだよ。なんでこんなうまいんだろう。これおすすめ。ジョージア微妙でしょ。ボス？これもうブラックしかないんだけど、ブラックとカフェラテがあるのかな。飲みやすいよ。そう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 、本当に喫茶店とかのホットコーヒーを再現してるって感じだね。缶だったら、ま、圧倒的にこれ本当うまい。缶の砂糖入りはまずくて飲めない。俺はだから缶コーヒーは缶コーヒーっていうジャンルだって言ってたね。だから缶コーヒーっていう飲み物が好きな人を飲むもの、コーヒーと同ジャンルじゃないっていう。だから甘ったるいさ、その缶コーヒーっていう飲み物なんだよあれは。ただこれはコーヒーだね。エメマンとか甘ったるいもんね。ほら俺千葉県民だからマックス缶コーヒーとか普段飲んでたから、マッカン飲んでたからね。今マッカンもね東京で普通に売ってるもんね。前は缶コーヒーだからって諦めて飲んでた。そうそうそう、っていうか缶コーヒーっていうなんかだからあれだよ、シーチキンみたいな感じのジャンルだと思って。あれは マグロとして食べないじゃん。シーチキンっていうジャンルで食べるじゃん。缶で圧倒的だね。もう群抜いてる。マジでレベルが違うよ。だから他のなんだろうな、和道が例えてあげる。例えばね、このタリーズの缶コーヒーがビートたけしだとしたら、他のあれですよ、他の缶コーヒーはね闇将軍ですよ。それくらい開きがある。わかる？ SP さんこんにちは。闇将軍とビートたけしぐらいの差がある。よっさんは絡む気ないかな、よっさんは絡む気ないですね、そんなに差があるね。そうだね、タリーズ、タリーズのミルク入り、ミルク入り飲まないですね。あんまり好きじゃないです。新しいフォロワーさん、 SP さんフォローありがとう。ラテを飲まないから、ラテを飲むのは頭悪いやつだと思ってるから、甘すぎなくて美味しいっていうバカが飲むもんだと思ってるから、マグロみたい、このアボカドマグロみたいで美味しいっていうバカが飲むもんだと思ってるから、嫌いなんだよラテとかいうやつ。このスイーツ甘すぎなくて美味しいでっていう OL と同じぐらい嫌い。和道さんですよね。私も配信やってるんですよっていうリア突者ぐらい嫌い。知らねえよ。知らん。新しいフォロワーさん、金魚さんフォローありがとう。
ヘッドホンのボリューム大きいと鼓膜傷つけるから気をつけてね。ヘッドホンのボリュームそんなになんだけどね、長時間やってると左耳が聞こえない時があるんだよね。最近左耳がプツッとね、音が途切れることがあって、設定の問題なのか。でもプライベートでも左耳聞こえなくなることあって、リンパが腫れたりするから、多分ね左耳が多分バグってるんだと思う。左耳がこうおかしくなってんのか、脳みそがおかしくなってんのか、ちょっとわかんないけど、何かしらの問題はあると思う。ちょっと怖いんだよね。あと最近幻聴がすごい聞こえるね。幻聴がすごい聞こえて、なんか部屋の中に誰かいるんだよね多分。放送やってても今誰かいたっていうのが結構多い。なんか言ったみたいな、外で誰か騒いでたみたいな。なんでなんだろう。あ、統合失調症なんですよ僕。そう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 。本人にとっては現実だって言うんだけど、幻聴って自覚できるんだね。だから俺が、そこが俺のすごいところだよね。そこが俺のすごいところで、メンヘラの人は俺のこと健常者だっていうの。で、健常者は俺のこと気違いって言うんだよ。だから、その、気違いの世界を俺は取り入れてるのね。内包してるっていうか、両方ともわかる。狭間の世界で生きてるから。でもあのひどくなると分かんなくなるよ。そう、要はもうひどくなると分かんなくなる。もうほんとプル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 布団の中で震えてるもん。もらってますよ、自分自身を他人のように見たりできる。自分自身を他人のように、 FTP 視点っていうやつだっけ。なんかあの後ろから見えるってやつ。あ、いや、俺が座禅をしてできる感覚は、自分の自我があるじゃん、こう感覚があるじゃん、それを外すことができるね。それを肉体と分離させることができる。だから他人のように見るんじゃなくて、感じるのを外にできる。自分が今感じてる現実は実は幻だって言われても信じられないもんな。いや、だから俺はそういうのがあるよね。あの誰かと一緒に、例えばノンタンと一緒に歩いてて、ノンタンがふっと消えたら、あ、ノンタンって妄想だったんだっていう風に変な解釈。 TPS か、 TPS 視点か、ありがとう。 TPS 視点っていうの、幽体離脱って本当にあると思う。だから幽体離脱ができるのよ、簡単に言ったら。幽体離脱って視点だけが動いてるっていう風に思ってるけど、違くて感覚器官そのもの全部が外れるの。そうそうそう、幽体離脱。だからあのね、でもね、それ脳科学を勉強するとわかるんだよ。結局脳の中の現象でしょ。俺らが見てると思ってるものって実は存在するかどうかって、見えてるからあると思い込んでるだけなんだけど、実は現実世界を正しく認識できてるわけじゃないのよ。あの人間が持ってる五感っていう器官を使って見てるだけなのね。
例えば説明すると、アリじゃないな、虫の世界ってどういう風に見えるかっていうと、平面世界でしか見えない虫っているのよ。意味が分かんないと思うけど、俺らは 3D の世界で生きてんのよ。 3D の世界、3次元っていうんだけど、奥行きが立体だよね。立体だけど、立体こう四角形があるじゃん。四角形があって平面があって、ここ落ちるって感覚がないのよ。その虫はこう平面が入れ替わる感覚の、そうっていうように、俺らの実は生きてる宇宙っていうのは13次元とか言われてるんだけど、俺らはその4次元しか感じ取れないっていう風に言われてるじゃん。でも俺はそれをもっと違う、物理学者が言ってるのはもっと違うって言ってんだけど、定説ではそうなってんの。科学の世界で答え合わせが終わってるもんだ。俺は違くて、そこにはなんつうんだろう、もっと複雑なものがあるって言ってんだけど。ロハコさんは霊視ができると言ってました。主さんも霊感あるんですかね。霊感だから、俺はよく言うんだけど、霊っていうのはないと思ってるけど、そのなんつうの、念とか気とかフォースとか、なんかその不思議な力、だからまあ仏教がベースになってるから、俺の考え方っていうのは簡単に言うと、その人間の能力っていうのは超能力はあるって言ってんの。だからそのうちの一つの現象でしかないっていう、簡単に言うと思い込みの世界だっていう風に言ってるけど、うん、思い込みの世界だから、その統合失調症だから分かるんだけど、そのあるって強く思い込むと、現実空間に人とかを簡単に作り出すことができるのよ。ムカデなんか落ちるんじゃなくて、新しい、そう新しい面を歩き続けるのよ。だから面が途切れて、面が新しく広がるだけなの。そう、でも人間は旗から見たら、あ、縦に動いてるな、横に動いてるなとか分かるじゃん、平面を歩いてるなって。その感覚は虫にはないっていうことよ。というように、俺らもこの世は見えてるから正しく映ってるように見えるかもしれないけど、持ってる感覚器官でしか捉えられてないわけよ。例えばその鳥とか渡り鳥とかさ、方位とかが分かるわけよ。その生まれ持って分かるんだよ。例えば赤外線が見える動物もいるし、見える生物もいるしって言った方がいいか。うん、だからそれ、俺らの感覚器官によって、その宇宙っていう捉え方を限定的にしか吸収できてないのよ。で、それを人に伝えるとき、どうやって伝えるかって言ったら、言語でしょ。言語にはスリットがあるってよく言ってるんだけど、言語って万能なツールじゃなくて、実は限定された情報なのね。だから数学っていうのが生まれたのよ。数学って言語の上位概念なのはわかるでしょ。言語が不完全だから数学って生まれたのよ。だから言語学者っていうのは、数学は言語の上位概念でしかないって考える。言ってる意味わかるかな。なんだろうな、急激な睡魔が来るんだよな。何なんだろうこれ。なんかね、なんか薬、睡眠薬飲んだ時みたいな急激な睡魔がね、ここ数週間ぐらい来るんだよね。初詣行ってないっすね、まだ。初詣行ってないっすね。飲んだ行った？初詣。行った？行かない。なんかでも行かないといけないって言ってなかった？行かないの。
ナルコプレシーは持ってないはずなんだけど、そんな感じになってるね。雑学かなりありますが、主さんもかなり雑学ありますね。いや、ないよ、俺全然。寝不足、疲れ、そんなあなたにはこれ、マムシドリンク。いや、寝れなくなった方がいいんだけどね。おはよう、りょうへいさん。サムネ良くなったね。はい、若津、つかすちゃんいらっしゃい。昼夜逆転でしんどいです。明日から仕事です。マジか、ドラちゃん。俺はね、5日からだね。鳥を丸くして大きくしてみました。ありがとうございます。いいじゃんいいじゃん、鳩っぽくなったよ。鳩っぽくなった。うん、伝わる伝わる。お腹の膨らみがね、なんかでも伊東洋華堂を思い出すな、なんか伊東洋華堂を思い出すよね。今鳩をマーク採用してないのかな。伊東洋華堂って見ないよね。あの赤と青だっけな、赤と青と白。あ、5日からなんだ。アイラがさ、さっきプライベートで LINE してくれたんだけど、ワド今月50万いくなって言ってた。で、俺は行かねえよっつったんだけど、アイラ曰く、なんか50万行きそうな気がするって言ってた。行くと思う？絶対行かなくない？だからアイラの感覚で言ってんだよね、多分ね。100万、200万平気で稼いでっからさ。伊藤洋華堂こんなマーク見てみます。てか、そんな細かく覚えてくれると思いませんでした。俺結構記憶力いい方だと思うよ。リスナーさんの小手半とか結構覚える方だから。今は5万円かな？今5万。まあ3日目で5万だから最高記録は出そうだけどね。YouTube もやめた？見当たらなくて。いや、なんか知んないけど、バンになっちゃったね。で、運営に1週間ぐらいごねたんだけど、なんかね、もうアカウント作るな、みたいなこと言ってるね。うん、この枠から体が動かない。いや、これはね、洗脳 BGM でも何でもなくて。あの、フリーの BGM っすよ。僕が作ったわけじゃないんで、サブリミナルは入れてないですね。マンスリー7位かな、今。マンスリーはでも33位とかだったんだよ、いつも。今8位か。今8位だね、マンスリー。うん、まあ、トップ20とかトップ15ぐらいに入ったら万々歳かな。でも嬉しいよ。トップ10に今のところ入れてるっていうのが。YouTube 見れないんだよ。過去の動画全部。だから、あの、こっちの動画ログ残してるんだよ、今。そう。まあ、しょうがないよね。FC2 に上げてくれてるね。なんかね、たくみさんが今 FC2 に、切り替えてる。うん。ちょっと今、競技中ですね。どうしようかっていう。そう、ウェブのデータって、ほら、動画データって重たいじゃん。だから、自分のサーバーとかに上げるわけにいかないから、レンタルしてるやつに。すぐ容量パンパンになるからさ。自己愛性人格障害あるって言われるけどね、昔から。どうなんだろうな。うん。あるかもしんないよね。自己愛性人格障害。俺だって自分大好きだもん。うん、でも、診断はされてないんだよね。医者に聞いてみようかな。それはね、昔からよく言われるし、自己愛性人格障害調べてみようか。結構当てはまるかもしんないから。自己愛性人格障害。自己愛性パーソナリティ障害というらしいですね。NPD。ありのままの自分を愛することができず、自分は優れていて素晴らしくて特別で偉大な存在でなければならないと思い込む、パーソナリティ障害の一類。いや、ないね。なんでかっていうと、俺は優れていて素晴らしくて特別で偉大な存在だから。もうないわ。この時点でない。定義から外れてる。俺は存在でなければないと思い込んでるわけじゃなくて、
俺は優れてるし素晴らしいし特別だし偉大じゃん。だから違うわ、うん、紹介じゃなかった。もうこれで分かった、うん、これで分かった。大丈夫です、病気じゃないです。診断は受けそう、確定事項だから、うん、おはようヒカルさん。どんな幻覚や幻聴がありますか。だから配信中でも最近よく言わない、今誰かなんか喋ったとか、こうやってそしたら誰もいないよとか、今外で誰か喋ってたとか、結構最近多いね。幻覚は最近見ないけどね、幻聴は多いね。 FC2 チャンネルどうなんだろう、わかんない、うん、チャンネルっていう概念があるかどうかわかんないから。あ、すげえな眠気、眠気っていうかなんか意識が落ちそうになるね。サンマはその病気知らわかんないな、どうなんだろうね、うん、ヒカルさん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あ、俺は医者じゃないかな、それを判断するのは医者の仕事だからさ、俺の仕事ではないよね。今なんかやった？いやー、1年終わるの早いっすね。30代でこの速さだかんな。本当に思う、人生ってあっという間だよね。31ってもう折り返しじゃん。一瞬だよ、一瞬。あ、もう中学生とか小学生の時は永遠に感じてたけどさ、本当にすぐだよね。二十歳超えてからめちゃめちゃ早い。多分パッて花火みたいに終わるんだろうな。時間がね、時間はあっという間だよね。早すぎるかな。でも30って折り返しでしょ。だって日本人なんか昔50歳で死んでたんだからさ。義務教育終わるの、いや子供の頃は長く感じたけどね、俺は、うん、すげえ長く感じた、うん、それこそずーっと続くもんだと思ってたもんね、永遠に。だから人間ができることって1個か2個だよな。スティーブ・ジョブズが言ってるけどさ、世の中を変えるぐらいのチャンスっていうのは、普通の人っていうのは3回ぐらいしか起こんないんだよっていう、その3回のチャンスを逃すんだよって普通の人はって、うん、俺は全部掴んできたって言ってたよ、ジョブズは。パソコン業界を変えて、音楽業界を変えて、携帯電話業界を変えたっていう、革命を起こしたんだ。すごいよね。何気にだってピクサーもスティーブ・ジョブズの会社だったんでしょ。トイ・ストーリーとか作ってた時ジョブズがオーナーだよね、ピクサーの。すげえよな。本当の天才なんだろうね。
世界一の会社を作るってどんな感覚なんだろうな。 Facebook とかで、ね、Apple とか、もうあれだろうね、精神力が人と全然違うんだろうね、多分ね。生まれ持ったものっていうか、志してるものが。それでもね、人生は平等だもんね。でもなんか思うんだけど、人間の命って限りがあるけど、そう、何かを作る人ってかっこいいよね、本当に。なんかその自分が死んだ後も残り続けるものを作れる人はすごいって思うね。だからその絵描きとかに憧れるんだと思う。アニメーターとかさ、すごいなって思うんだと思う。残るじゃん、こういうのって残るじゃん、死んだ後も。わかんないよ、これ2億ぐらい値段になるかもしんないよ。わかんないけど。でもさ、そのアートの世界すごいよね、もう。あれどうなってんだろうね、そのすごい値段で取引されるじゃん。なんか、なんつうの、50億とかさ。あれはもうなんだろう、金持ちの節税対策とかなんかな、投機なんだろうね、多分。なんか現代アートとかよくわかんないもんね。モダンアートはほとんど陶器。ああ、やっぱそうなのか。私の知っての通り55歳ですが、昭和から平成になって良き時代になったよ。まあ撮り方にもよるけど。ああ、俺はなんかやっぱ解雇中だから、昭和がキラキラしてるように見えちゃうね、俺は。なんか昭和、それは子供の頃だったからなのか昭和だったからなのかわからないんだけど、なんかね、すごいキラキラしてたっていうか、不安がなかったんだよね。なんかネガティブなことが一切なかった。それは家庭環境だからなのか昭和なのかなんだかわかんないけど、子供だったからなのか。なんか平成になってからすごい、なんだろう、こんな状態、なんか心の問題だよね。心がすごくなってるっていうか、昭和はなんあったかいっていう感じじゃない。それ多分オールウェイズとかのイメージだと思うけど、もっとね、違うんだよね。毎日がお祭りみたいな感じだったんだよね、感覚的に言うと。なんかずっと良くなり続けるっていう確信っていうかね、不安がなかったような感じがするんだよね。おー、それいいよ、いらっしゃい。捕まったって何、何の話。あー、なんか調子悪いな、ほんと今日。昭和のバブルは良かった。明けましておめでとう。今年もよろしく。あ、すげえな、今日。なんか意識が。俺、相田誠の、なんか作品っていうかね、相田誠の絵が好きなんだよね。のんたん、相田誠ってどうなん？え、機嫌悪いの？知らない。また平成から何か変わった後、平成良かったねってなるのかな。俺は平成はあんま好きじゃないね。俺は平成好きじゃない。
飲んだ悪いんだけど今日帰ってくんね。のんたん、うん、ツイートにヒントがあるかもしれない。便利になって自分の時間が持てるようになった。あー、初見さんいらっしゃい、楽しんでいってください。どうもです。電気消すわ。昔は朝から晩まで家族は仕事の繰り返し。あー、まあ便利は便利だよな。いろんなものが便利になってるよな。それは思うよ。便利は便利になってるっていうのは。携帯がない時代良かったよ。携帯ない時代良かったよ。だから携帯電話って人の生活をものすごい変えてるよね、やっぱり。携帯ない時代好きだったよ俺は。風邪じゃないよ。大丈夫大丈夫。はい、ワード2、さくらさんいらっしゃい。あー、漫画を読み返してたよね。俺もそうだよ。繰り返し繰り返し見たよね。エヴァンゲリオンなんか200回くらい見たもんな。あ、どうもどうも、製麺屋さんいらっしゃい、明けおめです。稼いでます。いい、今月入ってから5万ぐらいかな。うん、どうなんだろうね。稼げてるのかどうかは分かんないけど。物は大事にしてたのかな。物溢れてたような気がするけどな。
たこ揚げしないのかな。いやー、どうなんだろうね。俺子供の時からたこ揚げっていうのあんまやったことないですね。すごいのかな、どうなんだろうね。うん、そう、稼いでるってさ、ほら、そう、すごいっていう人もいればまだまだっていう人もいるじゃん。要はそう、自分との稼ぎとの対比じゃん。だからなんつうんだろう、自分でさ、すごいかどうかっていうのを判断するんじゃなくて、すごいかダメかって判断するのは人だと思ってるかな。交換日記とか年賀状、残中見舞いっても手書きだったよね。年賀状1枚も来てないよ。1枚も書いてないし。でも今の時代に年賀状を書くと価値が高いかもしんないね、うん、デイトレでも何でもそれで生活できればすごいと思うけど、いくら欲しいか人によって違う。最近稼ぎたくなりましたね。配信で年収1000万ぐらい取ってみたいなって思うようになりましたね、うんうん、なんか生活ができればいいやと思ってたけどね、欲が出てきた、稼ぎたいっていう。最近昭和時代のチラシをたくさん手に入れた。すごく面白い。大正とか特に面白いよね。俺大正が好きだね。大正がなんか、来たら返そうと思って数枚準備はしてるけど、今日まだポスト見てない。マジか。もうネガティブな圧がすごかったから、それで多分意識落ちそうだったんだよ。気がすごかった。気が、おい、ワード2、たくみさんいらっしゃい。意識を倒れそうになってた。うなちゃんマンくらい配信で当たった人は。いやー、これこれとか、石川のりゆきとか、まあ、ちゃんマンはかなり稼いでたろうな、多分な。まあ、ごく一部の限られた人間だけっすよね。配信で食ってくっていうのは。でも、ふわっちの配信者結構稼いでますよ。うん、だって俺が15万稼げたわけじゃん。先月16万だったんですよ。先月16万でランキング何位だ。マンスリーのランキングが、ちょっと待ってね。あ、マンスリーランキングって過去の見れないんだ。まあね、だからゲーム配信者は雑談配信者とジャンル別よ。ダメだ、ほら、あの気とかをすごく感じるからさ、後ろからすごい負のオーラが。今日はダメだ、ほんと。一緒に入れない。それでもう、ぶっ倒れそうになってて。頭がぐちゃぐちゃになっちゃうんだよね。気が強いから。ああ、いい。あの、触らないであげて。うん。今日相当減らってるから。うん。
もうあれはしょうがないから、ニコ生はやろうかやらないか迷ってるけど、やる、どうなんだろうなとか思って、迷ってるかな、どうなんだろうね。ニコ生やっても多分いいことがないんじゃないかなと思ってて、ヒカルって稼いでたんだね。ヒカルくんはステッカーの販売だけで半年で360万売れたって言ってたよ。そっとしといて、下手に触るとあのガミ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 になるから。金梅も先月40万あれば生活十分。ふわっちだけでしょ。だって金梅さんリスナーさんから600万もらったっつったよ。でもう300万しか残ってねえやっつったけど、あれくらい大手になるとね、囲いが違うんでしょ。口座見せてもらったけどバッチリ入ってたよ。300万か600万か忘れちゃったけど、金梅さんはフォロワーの数が俺のね8倍いるから、アクティブも8倍ぐらいあるでしょ。ちょうど8倍ぐらい稼いでないとおかしいよ。のんたんからしたらそういうのがうざいんだろうな、いちいち絡んできたり。いや、いちいち絡んできたりとかじゃないんだよ。ランハゲが15万。あ、じゃあランハゲよりは稼いでんだ。今、昭和時代の求人情報を見てるけど、どれくらい残ってるか気になって電話してみてるけど、どこか繋がらない？まあ、潰れたんだろうね。あと、電話番号が変わるって企業も結構あるから、すごい、すごいなんかサブカルなことやってるね。わしも雑談しかやっとらんけど、かそっとるわ。でも、なんだろう、別に、俺は、まあ、その配信で食ってくっていうことを目的としてまず配信会に入ってるから、普通の人とは感覚違うと思うんだよ。で、たまたまうまく当たっただけで。でも、最近思うんだけど、本当にたまたま運が良くて当たっただけだと思ってて。でも、配信ってそういうもんじゃないと思うよ、やっぱり。そういう人間はごく一部でいいと思う。時給520円とかでびっくり。だって物価が違うもん。物価が違うよ。だから給料安いっつっても物価が低いわけだから。だって親父の初任給いくらだって言ってたかな。ディズニーランドで正社員で初任給いくらっつったかな。え、いくらっつった？6万とか3万とか、なんかそんな感じだったと思うよ。親父が言ってたけど、100円均一とかすごいって言ってたもんね。100円で物が何でも手に入るって。しかもインターネットのすごくて、答えが全部載ってるっていうのがすごいって言ってたね。だからやる気さえあれば誰でも一流になれるっていうか。昔は、本屋に行ったりとか、情報を手に入れるだけでも大変だったらしいんだよ。なんか、例えば格闘技やってたら、格闘技の本とかを手に入れるまでに、それすらも出会いだったから、だから情報格差っていうの、勉強するにも労力を使ってたり、コネクションが必要だったり、本に詳しい人とかがいないとダメだったっていう。でも、ある程度のさ、レシピであったり、答えみたいなものは載ってるわけじゃん。何でも。今の時代。だから、あとは材料も安く手に入るし、そう。何でも作れるし、何でもできるのに、なんでこんな時代にだらけるんだって言ってたね。私、高校の時、バイトで、時給390円だった。あれ？つかさなんでフリーメイソンに変えたの？サムネ変えたね、急に。物価、学歴不問ばっかりで。だってさ、バブルの頃なんてさ、内定もう10社以上、20社ぐらいあって、大手企業で。
で、どれに行こうかなって選ぶ時代じゃん。もう引く手あまたっていうかさ、人が欲しくて欲しくてしょうがないっていう。だってあれでしょ、バブルの頃学生、大学生たちがやってた遊び聞いたけど、まず学生の小遣いでフェリーを貸し切るんだよ。で、フェリーの中でパーティーを毎週やってて、で、そのフェリーのビンゴゲームの景品が300万とかだったってよ。学生でだよ。で、タクシー捕まえるときは1万円あげてこうやって泊まれってやってるわけでしょ。近くの喫茶店にあげたけど、その喫茶店が閉店。初旦那が映画の宣伝マンだ。昔の映画のパンフいっぱいある。はあ。だからね、公務員っていう名乗っただけでもう付き合いができないっていうぐらい、女の人から公務員と付き合うなんてないって言われてるような時代だからね。だから公務員イコール最底辺の低所得者みたいな、だから飲み会とかで公務員って名乗れないっていう。今じゃ逆転してるからね、すごいよね。本当はこっちの方が好きなだけ、フリーメイソンとか関係なくフィーリングダメかな。俺は前のサムネ好きだったけどね。かぼちゃが19円だから全然違うでしょ。だから物価からすると時給520円でかぼちゃ19円で買えるんだから、日本は豊かだったよね、やっぱり。まあだから何がいいかだよね。ちささんはコツです。わし最高売り手市場の時に就職したけど、時給1000円以下のバイトしたことない。だってアルバイトでも2万とか稼げてるでしょ、日当。多分アルバイトで1万5000円とか余裕で稼げてるはずだよ、バブルの頃は。しかも物価が今と全然違うからね、相当だと思うよ。昭和60年はバブルではないね。バブル終わってまだ余韻が残ってるぐらいだけど、バブルは崩壊してるね。バブルは バブル時代っていうのは、80年後半から90年代初頭の好景気だから、86年の12月から、91年の2月までがバブル景気らしいよ。照明屋のバイト 1人区5000円、すげえな。日本全体がね稼げてたからね。だからあれだよ、俺が生まれた時がバブルなんだよ、やっぱ。だからバブル、親がバブルの申し子なんだよ、親の世代が。でも親父とかお袋の話聞くと、やっぱとんでもないよね、金銭感覚が。初任給ね7万円とかだったのがね、50円とか60円で買った株価が数万円になるしね、それで株売って土地買ってさ、一軒家買ったら中古の家でも。のぞみやめなさいよ。のぞみブロックするよ。ああめんどくせえな本当に。両親は
58だから司さんの3つ上かな、父親が。で母親が、20歳の時の子供だから51歳だね。母親が51、親父が58かな。うん、あ、いい、彩香、ほっといていい、ほっといていい。ごめんね、巻き込んで、変なの。カエルさん、こんにちは。うん、ツイート見て。あー、もう、めんどくせえなー。おい、やめろ、のぞみ。お前、ふざけんな。人の枠だよ。いやいやいや、分かったよ、迎えに行くよ。司さん、息子さんいくつよ。頭おかしくなりそう。はい、ワード225か。ああ、まあまあそれくらいだよな、普通だよな。おや、おふくろがだから若い時に俺のこと産みすぎなんだよな。二十歳で俺のこと産んでるから。
先生、体調悪いんじゃなくて、要はネガティブなの本当に嫌いなんだよ俺、うん、ネガティブなのはもう本当にダメなのよ、メンヘラだから。あの空気を悪くするのとかもうその場から立ち去るけど、もうここ俺の家だから、その俺が出てくわけにいかないでしょ。もう負の感情をすごく敏感に感じるの俺は。ネガティブいらないの本当に。ネガティブな人と一緒にいたくないの。うん、普通にしよう。ダメなの、当たっちゃうから。いや、ポジティブシンキング大事だよ。うん、そう、ネガティブとか、俺バイブスを信じてるから、その波動だよね。そう、ネガティブなものはネガティブなものを生むし、ポジティブなものはポジティブになるし、そうね、ポジティブな関係を維持できないとダメだと思ってるから俺は。それはネガティブなことでいいことなんて一つもないんだよ、うん、でネガティブなのは自分の弱さだから、うん、あ、お前ふざけんなよゴミが、消えろ。消えろ豚ゴリラが。調子乗ってんじゃねえぞこの野郎。あ、ももさんありがとう、うん、ブロックすればじゃねえよお前、人の配信荒らすな。消えろ、つまらんよ、うん、ハートプレゼントありがとう。リスナーですじゃねえよ。彼女大事にしない、お前が悪いんだろ。お前がさ、しゃしゃる問題じゃねえだろ、すっこんでろよ本当に。すっこんでろよ。うぜえなこいつマジで。
ワドさんの配信好きで潜ってみること多いですが、病気とうまく付き合ってすごいなって思って尊敬します。私はまだまだです。あ、いえいえ、いや、釈迦が心配してんのよ。いつもと鳴き声違う、ちょっと、大丈夫大丈夫っつってんの、はあ、うせえな、マジ。いや、喧嘩したい、喧嘩したい。喧嘩したい。動物はわかるよ。わかるわかる。あ、のぞみの部屋さん、明けましておめでとうございます。おすすめのグッズは、今売れてるのはパーカーが売れてますね。パーカーが一番売れてます。あ、新田さん、風船ありがとうございます。パーカー、いや、 T シャツが一枚も売れてないから、 T シャツ買ってもらえると嬉しいかなと思ってるけど、冬場だからかね、 T シャツあんま人気ないっすね。でもパーカーかっこいいっすよ、結構。あ、友達思いな、のぞみさ、パーカー？パーカーが6590円で、パーカーが6590円で、T シャツが、ちょっと待ってね。T シャツが、まあ、季節的なものもあるよね。T シャツがね、5750円。いやいや、わかるから。お前が友達思いなのはわかるけど、攻撃すんのはやめてくんね。リスナーをさ。それは違うじゃん。だから、のぞみが、ね、のんたんのことを、よくしてくれてんのは嬉しいし、助かってるしさ。でも、その、人のさ、リスナーさんをディスんのはやめようよって言ってんのよ。のぞみさ、ちょっとのんたんと話してあげてよ。やめませんじゃなくてさ、友達ならのんたんと今電話してあげて。初見さん、いらっしゃい。
おお、ろくちゃんいらっしゃい。風船ありがとう。もう話した。ありがとう。給料入ったら今度は飾る用にもう一着パーカー買おうと思ってる。ありがとう。電車乗った。うん。あ、大丈夫。ありがとう、のんの。うん。和道にうんざりしてた。まあだからそれは俺と彼女の問題だからさ。うん、いいよ別にうんざりされても、それはほら彼女の気持ちなんでしょ。リスナー騙してるお前に言われたくない。どう騙してんだよ。騙してねえよリスナーなんか。あ、違う違う違う、のぞみいるんだよ。うん、望みが出てきてね、いいことが起こらないからね。望みが出てきていいことなんか一つも起こらないからね。トラブルの匂いしかしないから、もう帰ってくんねえか本当に。唾消えたけど、いや知らねえよ。俺に唾にあんのこと言うなよ。知らんよ。お前が勝手にやってんでしょそれ。なんで俺に言うんだよ。お前が勝手に消したんでしょ。消えたんじゃなくて消した側でしょあなた。 T シャツ寒いっすよ。寒いっすよ。バカじゃねえよお前。会おんな。あー、めんどくせえな、ほんと。うるさい。この BGM フリー BGM だから、あの落ちてるよ。なんだっけな、曲のタイトルがフリー BGM で、なんつったっけな、なんでしょうっていう曲だね。なんでしょう。お前の母ちゃんデベソ。俺の母ちゃんデベソじゃねえわ。あー、イブさんありがとう。うん、参ったね。
のりこさんの気持ちは、のりこさんの気持ちはのりこさんに聞いてくれよ。俺のりこさんじゃねえからわかんねえよ。のりこさんに聞けよ。解放してやれってなんだよ。いい電話しない。話がこじれる。あがめしおめでとう。レモネードいらっしゃい。飽きた？待って、どういうさ、どういうつながりでお前が俺の家にピンポンしに来んの？全然意味わかんねえんだけど。お前頭おかしいだろ、やっぱ。どういう時系列でどういう感情なの、お前。お前病気だよ、お前。本当に。お前病気。おかしいだろ、どう考えても。気分じゃねえよ。超迷惑なんだけど。何が気分だよ、本当。ビモン C、警察呼びます。迷惑です。警察呼びます。
やめてください。帰って、今日は帰ってって言った。私のぞみ、あなたの家の前にいるの懐かしいな。私のぞみ、今あなたの後ろにいるの超懐かしいんだけど。流行ったよね、メリーさんだっけ。いやーもうニコ生みたいなノリやめて、本当にめんどくさい。ニコ生でやって、ニコ生でやって、もうこういうノリが嫌で俺ふわっつきたんだから。いらないから、トラブルとかふわっつでやるようじゃないよ。メリーさんか。いや、ふわっちのノリっていうか、お前がやってるだけだから。お前だけだから、そのノリやってんの。他誰もやってないから。お前が一人で勝手にやってるだけでしょ。ふわっちのノリじゃないです。お前の配信スタイルでしょ、それ。ブロックしたら余計めんどくさくなるの分かってんだよ!バカが。お前をブロックしたら後々めんどくさくなるの俺が一番分かってんだよ。荷物だろ。言いたいこと言って帰れよ。もう言いたいコメント全部書いてよ。めんどくせえんだよ。もう早くすっきりしてどっか行ってくれよ。長えよ。暴言じゃねえよバカが。邪魔なの。ほんと粘着質だよな。ハゲじゃねえ。お前人のことハゲとかよく言えんな、ブスが。お前鏡見たことあんのかよ、ブスが。そうね。うるせえ、ハゲてるよ。おめえブスだろうがよ。
かれるでしょう。女の。あ、リンパが腫れてきたわ。聞いてねえよ。あ、もうほんと嫌い、のぞみ。ほんとにのぞみ嫌いだわ、俺。マジで嫌い。リンパ流そう。あ、いってらっしゃい、カエルさん。友達の彼氏にハゲとか言う時点でもうそれ友達じゃないでしょ。いや別にツイッターに書いてもいいとは思うけど、いやだからその俺はさ、ほら配信でやっていきたいわけじゃん。そう、配信が仕事なわけよ。でさ、その別になんかそのディスってるやつとかがいるんだったら攻撃するのはわかるけど、別にさ、何のその応援してくれてる人をディスるのはちょっと違くないと思うから。嫌いなやつの彼女が友達になった。嫌いなやつの彼女が友達になったの。嫌いなやつの彼女が友達になったのか。ああ、そういうことか。嫌いなやつの俺の彼女が友達に。仕事に口出されたんじゃなくて、顧客をディスったっていうか、そういう感じだ。しかも勘違いで、いや、いいよ、ブロックしたらめんどくせえだろ。おめえ家に来んだろうがよ。お前が家に来るほど不幸なことないからな、お前が家に来るほど不幸なことは世の中にないから。もう向かってるかもよ。いや警察呼ぶよ、本当に。普通に警察呼ぶよ。お前の存在が事案だから。存在が事案だから呼べばってなんだ。呼ぶだろ普通に。大きくいらっしゃい、おはよう。あ、めんどくせえ、今日寝ようかな。やる気なくなってきたわ、もう。うるせえよ、突っ込んでろ。ニコ生みたいだよね。仲良くできるわけねえだろ、こんな腐った、少年の腐った女と。大丈夫大丈夫。通報？
和道さんのツイッターってあれ、ツイッター複数使い分けてます。偽物かな。偽物だね。ブロックして、ブロックブロック。マジめんどくせえ。うん、偽物多いっていうか、一人のやつが粘着してるんでしょ。ツイート200台だけどフォロワーすごいいる。うーん、荒れてるんだよ。ショーサブルさん、おはよう。荒れてるんだよ。あけましておめでとう、じいちゃん。今年もよろしくお願いします。どうもです。待って、お前スモールグールかよ。何仲間呼んでん、何分裂してんだよなんかおかしいなと思ったら、こいつ分裂しやがった。お前はモンスターかよ。叩くと増えるの、お前。おはよう大輔さん、すげえな。ああ、全然ね、和道でいいよ。おお、美咲ちゃんいらっしゃい。久しぶり。今年もよろしく。ありがとう。あ、自演なのこれ。つみちゃん、おはよう。いや、ポケットの中のビスケット状態じゃん。何が何だか分かんなくなってきたよ。ことやろ。ナバコフいらっしゃい。
いやマジめんどくせえこいつ本当にダメだね。いやいや出ててくれってお願いしたの俺仕事サブルさん、あのもうずっとシカトされてたし話しかけてもずっとイライラしてたから今日は帰ってってお願いしたの俺が。近くじゃねえバカ。そう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 いつものいつもの。いやーマジもうめんどくさい本当。マジめんどくせえ。そう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 。のんたんがさ、ほら、仕事サボるさんほらのんたんのことわかるかな。たまにほら嫉妬するでしょ。で、ほら囲いさん。囲いさんっていうかほら普通にリスナーさん攻撃し始めたからなんか喧嘩売ってんのかみたいになったからのんたんやめてっつって、でずっとイライラしてたからごめん今日は帰ってってお願いした、うん、うん、のんたんが悪いとかじゃなくてそういうのもやめよ。誰も悪くないんだって。姉ちゃんはどつちょっとあれ今荒れてるから、誰が悪いとかじゃないの、そういうのやめよ。そうそう本人同士の問題だから。喧嘩したくないから、喧嘩したくないからちょっと今日は別々にいいよって。いや初詣行ってない行ってない、おみくじも引いてない。いや配信切るわ今日、もう寝るわ寝込むわ。そうだよねニコ生みたいなの嫌だから、あと15分で切る、もうやめる今日は寝る、うん、15分で切るよ、延長しちゃったからもったいないから、うん、ごめんね、うん、今日は無理よ、今日楽しく放送するなんて無理よ、うん、ごめんね。いやこういうネタ俺も嫌い、うん、誰かが不幸になるのは嫌でしょ。いや迎えに行かない寝る。昼ご飯はポテトチップス食べたから大丈夫だよ。うん。じゃあの厳密に言うと疲れてるんじゃなくて機嫌が悪い。うん。うん。なんで俺が不幸になんないといけねえんだよ。いや誰も得しないでしょこんなの。ダメダメ過呼吸になる、もう頭おかしくなりそうだよ本当。性格ねじ曲がってんなこいつ。残念だね。あ、にわかのファンありがとうございます。にわかのファンさん、風船ありがとうございます。
胃が痛い。あ、胃が痛い。あ、胃が痛いな。あ、胃が痛くなってきた。胃が痛え。胃腸が強いのに胃が痛い。薬飲もう。豚腹飲もう。あ、姉ちゃん花火ありがとう。年内にガチ勢になる。あー、そういうやつはガチ勢にならないね。ガチ勢になるやつはとっくにガチ勢になるから。救急車呼ぶな、バカが。いらねえよ。あ、ののありがとう、ハート。あ、マジで胃が痛え。マジで胃が痛え。花火、姉ちゃん花火ありがとう。警察もいらねえよ。マネージャーさんありがとう。花火、ハート花火ありがとう。あ、姉ちゃん花火ありがとう。いや、ダンベルを勝手にやるから。今つくからとかいらねえから。いや、もう寝るよ。大丈夫だよ。そうだね、心、いや、もう久々に減られそうだわ。ほんと過呼吸で、過呼吸起こしそうだから怖い。ほんとストレスやだ。あー、顔面麻痺になりそう。ピンポンじゃねえよ。もうほんとピンポン怖かったからな。ダンベルしてますよ。和道さんに歌を捧げる。あ、ありがとうございます。そうだね、胃が痛いな。体を動かすとアドレナリンが出て気持ちもスッキリするよね。まだ動く、余裕で動くね。余裕で動くよ、うん。休むよ。あ、まあ残り9分あるけどね。ダンベルはね、片手で6キロ、片方6キロ。昨日っていうか1日はね、500回やった。ストレスで倒れることあるよね。うん、ありがとう、気使ってくれてありがとうございます。マネージャーさん花火ありがとうございます。よし、残り8分。着いた。いねえぞ。ハートプレゼントありがとう、小太さん。過呼吸つらいよね。一応マンスリーランキングね、8位だからね。ハート花火マネージャーさんありがとうございます。ありがとうございます。ハート花火ありがとう。お、レイトだ、いらっしゃい。いや、マジ腕太くなんだこれ。大きくいらないから。そういうの、ありがとうございます。風船ありがとうございます。いや、腕これマジで太くなるぞ、この細い腕。あ、ありがとうございます。マネージャーさんハート花火ありがとうございます。これ腕太くなるぞマジで。姉ちゃんありがとう。姉ちゃん花火ありがとうございます。窓から来客にスプレーかけるのか忘れられない。そんなことやったっけ俺。ショーサブルさんありがとうございます。あと12回、1回2回3回4回、ありがとうございます。5回、18回ね。6回、7回、
8回花火ありがとう9回24回10回11回12回花火ありがとう30回ね14回一種のね16回17回18回ありがとうございますマネージャーさん19回20 36回ね20 21回22回23回42回ね24回25回26回ありがとうマネージャーさん27回28回29回30回あと12回1回、ああ2回、花火ありがとう3回、3回、48回、4回、そうやな、48回、48の、ちょっと待って、18回の24回、4回、あと20回、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、ああ9回、10回、ラスト10回、1回、2回、3回、4回、5回、いって6回、7回、痛い、8回、9回、ラスト、10回や！ありがとうございます。ありがとうございます。はあ、昨日500回の後だから超肘が痛い。お疲れっす。ビルドアップしてます。腕太くなってきてます。ありがとう。あざっす。お疲れっす。お疲れっす。ありがとう。まあ、落ち着こうね。骨が折れるというか、ここの筋が痛い。つみきちゃんありがとう、ハート。ここはピキってるね。筋肉が断裂してんのよ。そりゃそうだよな。6キロのダンベルだ、6キロのさ、ダンベルでもさ、500回やった。左も育てたい。いや、左同時にやってるよ。3回ずつだもん、一発の花火で、うん、今こんな感じね。これさ、半年ぐらい続けたら相当いくぜ。だってもうなんかスクワットやり始めてから枠もう一枠やる、花火もいっぱいいただいたし、もう一枠希望があれば、ね、やってもいいですけど、あんまりでもね、今日ね、なんかもううん、強制じゃないと続かない。いや、もう俺はやるって決めてるね。やっぱ鍛え、もう一枠やる？いいよ。あなたの配信6ヶ月持つの？わかんないよ、それは。寝れば。うん、そうだね。いいよ、もう一枠やるよ。はい、明けおめ、金梅はオワコンさんいらっしゃい。塩対応、ん？塩対応配信？全然塩対応じゃんよ。いや、もう、のぞみ、勘弁してよ、ほんと。やろ？うん。せっかくね、花火もたくさんいただいたわけだから。もう30分だけやって寝るよ、ほんとに。いや、粘着質なら知ってるけど、うん。ただ、リスナーをディスんのは良くないでしょ、配信者として。
爆走はもう消したんだって。だからターゲットがいないんでしょ。鮫島さんね、弟さんはすげえ好きなんだけど、マジで姉貴の方はほんと嫌いだわ俺。爆走金バイト復縁、また台本やってんの、うん、また台本やってんの。いや消したんじゃないの。ニフラムのぞみだからね。ニフラムのぞみ、いやそりゃそうでしょ。自分のリスナーディスられたら切れるでしょ、うん、どんな思いでやってて、どんな思いで応援してんのか知ってるからさ、うん、リスナーさんに罪はねえよ。のぞみさん放送しないな。いや家で見てるんでしょ。からかってるだけだよ。本当に来る勇気ねえから、あいつめんどくさがり屋だから来ねえよ。ディスられたくなきゃコメントすんな。コメントすんな、どういうこと。風船プレゼントありがとう。いや気分悪いでしょ、普通に応援してる人からしたら。俺は自分のファン守るよ、悪いけど。穴ぼこがありがとう風船。いやもう恋愛系の台本うんざりだよね。のぞみは金杯にビビってる。なんで、なんで、なんかあったの。え？マジで言ってる？え、マジで言ってる？え、俺チェックするよ。あ、本当だ。これのぞみ偽物の方じゃん。いや、引っ張りすぎなんだって、同じネタを。え、マジで言ってる？放送や、ワーチから配信してる2時間前。やってねえじゃん。やってなくない？ 29分。やってるな。おはよう。やってるな。ハエの方がノンタンにビビってる。ハレンチの方。ああ。いや、彼女は大切ですよ、僕は。うん。彼女は大事ですよ。うん、だからやっぱね、お互い良くなるために俺は付き合いっていうものはするもんだと思ってるから。足の引っ張り合いとかダメでしょ。明けおめ、おお、和製いらっしゃい。久しぶり。明けおめことやろう。M タン暴露してた。M タンっていう人が誰だかわかんないな。M タンっていう人が何を暴露してたの？ M タンっていう人が何か言ってたの？何を言ってたの？内容教えて、金梅は王侯さん。なんて言ってたの？なんて言ってたの？俺知らないんだけど、それ。M タンってそれ、香川さんのあれじゃないの？なんて言ってた？最近話題、なんかあれだよね、香川さんがどうのこうのの人だよね。出かけるから忙しいって言ってた。香川さんが和道さんの彼女を見ながらオナニーしてた。あ、それは本当ですね、うん、それは本当です、うん、彼女見ながらじゃなくて、香川さんは配信中にちょっとトイレ行ってくるわって言って、俺の彼女におっぱい見せてっつって LINE 動画で、彼女、俺の彼女はおっぱいを見せて、香川さんはそれでオナニーをするっていう。そうそうそう、それは本当、それは本当です、マジです。そう、ティロってるんです僕の彼女は、うん、
それは結構この枠だったら知ってるよ。この枠の人はみんな知ってる。いや、香川さんはだから配信中にトイレ行ってくるわっていう時はリスナーさんを置かずにオナニーしてる時だから。いや、どうよっていうか、さすがだなって感じだよね。もうやっぱ先輩かっけえだよ。香川さんかっけえなと思って。やっぱ配信会はかっこいい人ばっかりだから。人増えてるかな、どうだろう。いや、ゴールデンタイムじゃないからでしょ。初めて知ったんだ。ノートは言ってたよね、香川さん、オナニー。なんか、香川さんとパコったのって聞いたんだよ、俺は。パコってはないけど、おかずにはされたっていう話をして。香川ってそんなんだから、いつまでも小物なんだよ。だから、なんか香川さん、付き合いたての頃、香川さんから LINE の内容見せてもらったんだけど、彼女に。なんか、おい、俺となんかまた遊ぼう。なんか、そう、オフ会よく行ってたらしくて。で、のんたんに、なんか、パコローパコローっていうのは前から言ってたのよ。もうパコローが挨拶みたいなもんだから。で、まあそれをのんたんは軽くいなしてたんだけど、なんか、ちょっとオフ会あるから会おうよみたいなこと香川さんが LINE で言ってて、のんたんに。で、のんたんは、彼氏ができたからダメだよって、和道さんっていう人を付き合ってるよって言ったら、そんなの関係ねえ、俺とパコローぜ、みたいな LINE を送ってて、俺は爆笑したっていう。すげえな、この人っていう。いや、そんな関係ないでしょ、みたいな。胸でかいの、飲んだ E カップだね。飲んだ、ガリガリだから、おっぱいは普通ぐらいの大きさだけど、まぁ、ちょっと大きめぐらいだけど、E カップだね。香川強いよね。かっけえよ。E カップだね。ただ、おっぱいが極端にでかい E カップっていうよりは、体重が150センチで38キロぐらいしかないから、なんか、漫画みたいな体なんだよ。華奢で、アンダーが多分細いんだと思う。あ、それ、寒いっすよ。香川キモい。M タンとのやりとりもキモかった、アンダーが小さいんだよ。華奢なんだよ、すごく。東尋坊であなたとデートしたい。東尋坊が何かわかんないな。東尋坊ってなんだろう。なんで潰すの、俺のこと。意味がわかんないんだけど。明けおめ、おお、アルバいらっしゃい、明けおめ。ことやろ。エッチしたん？彼女と？彼女セックスするに決まってるでしょ。ここにいるアリ？キモくてゲスなぐらいが大手らしくていいね。そうだね。それくらいじゃないと、やっぱゲスくないとダメだよね。自殺の名所なんだ、当時も。腕パンパンだけど、まあ、まだ100回もやってないから、まだいけますね。俺だって、あれだよ、元旦500やった男だよ。俺は1000発花火来ても、1000発6000回やりきるかんね。どんなに時間かけても配信切らずに、来た花火は全部やりきるから。その日のうちに。1万回来ようが、100万回来ようが、絶対やりきる。マネージャーさん、花火ありがとうございます。俺はゲスだよ。ゲスでクズだよ。マネージャーさん、花火ありがとうございます。今年は旅だね。興味ないんなら見なきゃいいな。俺はガンガンセックスするね。3発ありがとうございます。花火の数、3でカウントしといてくんない？花火の数増えたら4ってみんな打って。ちょっと覚えてらんないから、花火4発目ありがとう。みんな4発目入ったら4って打って、5発目入ったら5って打って。で、できればかける6をやってもらいたい。ちょっとね、やりな、今何発だ？みんなコメント書いてって花火の数。1、2、3、4、5。5発ありがとうございます。5発だから、5、6、30。初見さんいらっしゃい。6発目。みんなカウントして、6とか書いて。コメントで、花火の数。セックス大好きですよ。6、ありがとう。7発目ありがとう。1回。2回。ありがとう、大輔さん。3回。4回。5回。6回。7回。8回。9回。
10回、11回、12回、13回、14回、15回、マネージャーさんありがとう。16回、17回、18回、19回、20回、10発ね。21回、22回、23回、24回、25回、26回、27回、28回、29回、30回、31回、32回、33回、34回、35回、36回、37回、38回、39回、40回、41回、42回、43回、44回、45回、46回、47回、できるよ。48回、そう、風船は10個単位。49回、50回、51回、52回、53回、54回、55回、56回、57回、58回、59回、60回、ありがとうございます。ありがとうございます。マネージャーさんありがとう。やった、ありがとう、ありがとうございます。今日100回はやってるよな、多分な。ありがとうございます。お疲れっす。バガーありがとう。バガーありがとう。バガーありがとうございます。お疲れっす。いやー、これマジで腕太くなるな。これマジで腕太くなるわ。ありがとう、つみきちゃん。エセアカ月収100万。ああ、見てみるよ、今。ランキング見たら大体どれくらいかわかるから。ちょっと待って。マネージャーさんありがとうございます。マネージャーさん、花火ありがとうございます。マジか。ちょっと待って。そろそろ限界が。1回、2回、3回、4回、5回、6回、ありがとうございます。ありがとうございます。で、マンスリーランキング。あれ、去年の分って見れないんだっけ？多分ね、100万はいってると思うよ。うん。多分いってると思うよ、エセアカ。マンスリーどれくらいだったっけな？いってない、なかったっけ？先月のマンスリーのポイントが見れないから。
美咲ちゃんありがとう。和道さんいじめちゃった。大丈夫っすよ、いじめがいのある男でありたいんで。でもあれだな、来月はちょっと多分もうこれ余裕になるからダンベル重くしないといけないかもね。ちょっと増量しようか、来月は。多分本当に腕バキバキになると思うんだよな、絶対膨らんでるもんね。ていうか今日だけで膨らんでない？絶対ビルドアップしてるよね、絶対太くなってると思うもん。いやなんかね聞こえたんだよね。あー写真っていうか、まあ配信が録画残ってるから、録画見たらわかるじゃん、太もも見る？太もも1800回やった結果見る？俺の太ももね、絶対ビルドアップしてるよね今。多分今日だけでも相当バンプアップしてると思うんだよ。太くなってるよね。腹筋はねまだやんなくて、太もも1800回やったのよ。太もも見る？すごいよ。そう、毛むくじゃらだから汚いけどいい？毛むくじゃらだから。いや YouTube はいいよもう。ちょっと待って、太ももすごいよ今。贅肉太ももはない。ジーパン越しにもわかるでしょ、ジーパン越しにもわかるでしょ、太いの。太ももはねこうなった。すごいでしょ、太ももすごいでしょ。パンツバンはないですよ、太ももバッキバキ。これ1800回の、いや太ももはだってもうめちゃめちゃ鍛えたもん。ムッキムキでしょほら、いい足でしょ。太ももバッキバキよ、カモシカのような足だから。ほら太ももとケツだけプリップリだから俺、太ももだけムキムキなの。飛脚の足だよね。だから相当きつかったもん1800回。お腹こんな感じだけどね。鍛えられたよ。あ、大丈夫大丈夫。だから腕と太ももだけなんか異常に発達してんだよね。そう、1ヶ月間で1800回だね。でも一番多かった日で200回ぐらいやってた。腹はダメ、腹ボヨン、腹ボヨンですよ。お腹はもうひどいよ、ほら毛むくじゃらのお腹ボヨンボヨン、すごい贅肉がすごい。いや花火した分だけ鍛えるっていうので結構だから太もも健康的になってるし、脚力今すごい強いよ。腕とかもこうなるんだと思うよ多分。1ヶ月2ヶ月3ヶ月ってやったら、まだダンベル重さ、なんだろう、山の不動みたいになるんじゃん、北斗の剣の。腹は出てるけど、ハート様みたいになるんじゃん。腹だけダメだね。でもほら、俺、ニコ生で企画もやったけど、1ヶ月で、ダイエット企画やって18キロ落としたのよ。18キロ。だから4ヶ月、5ヶ月前の俺の顔見る？俺体重の増減すごい激しいんだよ。で、女の子がダイエットの仕方教えてって言って、で、和道がダイエットなんかできるわけねえだろうって笑われたの。いや、できるよ、つって。できるできるっつって、18キロやってたんだよ。だから、3ヶ月、4ヶ月前の写真見たらみんなびっくりするよ。これがね、8月6日。8月6日は17キロぐらい痩せてたんだよ。別人でしょ？ダンベル疲れないですよ、全然。これが8月だから4ヶ月前だね。俺ね、体重太ったり痩せたりすげえ激しいんだよ。痩せてるでしょ？だから結構体重コントロールは得意なんですよ。すごい痩せてるよね。ガリガリだよね。そうそうそう。だからふわっち来て彼女ができて幸せ太りしてんだよ。そうそうそう。
細いんだ。だから、最近戻ってきた人は太ったなってよく言うもん。今の方がいい？多少丸い方がいいかもしんないね。うん。多少丸い方がね。痩せてますよね。だからまたね、っていうかね、多分旅配信始まったら急激に痩せると思うよ。俺31歳ですね。31で今年32になる年です。丸い方がいいよね。うん、配信者みんなね、丸い人が人気出てるもんね。最強に太ってるのが今、人生で一番太ってるのが今です。体重がね、最高記録更新して77キロだから、今一番太ってる。あのね、太ってるのと、あと、ほら、スクワットとかやってるから、筋肉の方が重たいんだよ、脂肪よりも。だから、なんつうの、全体的にがっしりしてるっていうの。太ももはガッチガチだし、筋肉の塊だし、腹には脂肪が乗っかってるしっていう。そんな感じですね。うん。どんどん大きくなるの。いや、もう、体調悪くなるから、痩せないとなと思ってんだよね。そうそう、筋肉量増えると体重増えるから。だから今は増量期に行こうかなと思って。身長ね、171だね。身長171の77キロだから、適正体重が多分ね、62キロとかなんだよ。だから太りすぎ。15キロオーバーぐらいしてるから。痩せないとダメだね。痛風とか怖いっていうか、やっぱね、体の調子が悪くなるよ。どうしても体の調子が悪くなる。良くない、あんまり。でも、やっぱりね、男は体鍛えてた方がかっこいいよね。うん、女守れなくなるし。モンタンを守るためにね、鍛えないとね。お姫様抱っこしてあげないと。私もあと10キロ痩せなきゃ、おデブにさよならしたい。ああ、一緒にやればいいじゃん、だから。簡単だよ。痩せるのはそんなに難しくない。腕の次は肩。どうしようかな。腕はでも3ヶ月、4ヶ月間ぐらいやりたいなと思ってるんだよね。どんどんダンベル重くしていきたいなと思って。なんかね、ただ筋トレしてるっていうよりも、なんか、罰ゲームっぽい感じで、ひたすらやってたら、なんかムキムキになったっていうのが面白いじゃん。体を鍛えたら普通に面白くないから、罰ゲームをずっとやってたら体がバキバキになったって面白くない？そう。太る方が辛かったりする。増量の方が大変って言われてるよね。モンタンね、でも結構太ったね、最近。そう。そういうのがなんか俺は面白いと思っちゃうんだよね。ただ単純に鍛えてたらね、ただのナルシストみたいになるじゃん。それは違うっしょ、やっぱ。年取ると痩せにくい。あのね、太ってるのはね、あの、日本人って誤解があるんだけど、あの、太ってるのは悪くないよ、別に。あの、死の間際にした人分かると思うけど、あの、みんなガリガリに痩せてくでしょ。だからね、脂肪が多少あった方がいいんだよ。脂肪は多少あった方が健康的なんだよ。日本人の女性は、なんか、痩せてる進行みたいなのを進行しすぎてんだよ。うん、俺はぽっちゃりしてる女性好きよ、うん。やっぱ女の人は丸みがあった方がいいですよ。うん、だから女子高生とか見るとね、正気かよって思うもんね。うん、運動しないとっていうよりも、俺は
もう太ってるのに痩せたいって言ってる人に言うのはもう簡単で、食べなかったら痩せるよっていう、もうただそれだけなんだよ。運動がどうとか、なんかなんとかダイエットがどうとか、レコーディングダイエットとか、もう理屈はいいんだよ。食わなきゃ痩せるんだよ。もしくは運動量が上がれば痩せるんだよ。ただ食べてるだけなの。体質とか関係ないの。3日何も食わなかったら確実に痩せるんだよ。もうね、もう基本中の基本なの。だから食べなきゃいいんだよ。で、食べないのって簡単だからっていうの。食べないって食べなきゃいいんだから。だから難しく考えすぎなんだよ。食べなきゃいいんだよ。絶対痩せるから。俺、だって、食べないで太る人見たことないよ。絶対食ってるんだよ。でしょ？で、運動しろって言ったら無理だから。うん、私もぽっちゃりの女性の方が可愛いと思う。年取ると。そうだよね。うん、もう理屈はいいんだよ。食わなきゃいいんだよ。ホームレスの時ガリガリだったの。あ、やっぱ痩せたね。あ、でもね、留置所にいたから、留置所って3食ちゃんと弁当出るから太るんだよね。運動できないから。食べないと病気も治ると言います。あのね、俺断食で全く食べないの3週間やったことあんのよ。あれはね、なんかね、なんだろう、神秘的な体験だったよ。梅干しを初めて食べたんだけど、梅干しを口に入れた時甘かったんだよね。とろけるぐらい甘かったんだよ。水とアナ、水とアナがわかんないな。水とアナ、太りすぎは嫌でしょ。100キロ超えだったら私はそこまでじゃない。俺ね、あの見た目で人を好きになる嫌いになるっていうのがない。うん、むしろ物線って言われてるからな。肝臓を痛めると食べなくても太るらしい。いや、ないでしょ。いや、ないでしょ。うん、うん、女性は食べないため、リバウンドしやすくなる。うん、去年90キロあって糖尿になったから、必死のパッチで今50、おー、だいぶ落としたね。あと7キロ痩せたい。あ、そんなに落としたんだ。おお。でもね、あのね、太る理由を教えてあげようか。あのね、みんな誤解してるけど、カロリー計算は間違ってて、あの、肉って脂肪にならないんだよ。脂肪を食べても脂肪にならないんだよ。あのね、糖質、要は血糖値が上がった後の砂糖とか糖質が脂肪に変わるっていうことを理解したら、だから糖質を制限したらね、絶対痩せるんだよ。むしろね、野菜とか肉とか食べまくっても太らないよ、油も。うん、そうだよ。だから、あの、ライズアップとか確実に痩せんだよ。あれ正しいんだよ。俺がやってんの、糖質制限ダイエットだから。炭水化物全抜きしたの。その代わり、カロリー6000キロカロリーぐらい食ってたよ。ずーっとナッツ食ってたりとか、もう唐揚げ食いまくってたりとか。それでも18キロ痩せたかんね。すごい量食ってたよ。一日5食ぐらいずーっと食べてんの。あのね、糖分とか、その炭水化物食べないから永遠と食べられるのよ。うん。その通りだよね。合ってるよね。だから簡単に言うと、あの、糖尿病患者にやるやつ。そう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 。油は食っても太らない。脂肪も太らない。うん。だからナッツとか唐揚げとか食いまくってて、ご飯だけ食べなかったの。ご飯と甘いもの。俺甘いもん大好きだから。だから、あの、そんなに量を食べなくても太ってる人っていうのは、だいたい甘いものをずっと食べてるのと、お米とかパスタとか、芋とか、糖分が好きなの。うん、糖分が。だ、糖分をちゃんとカットしたら大丈夫だよ。絶対痩せる。痩せる痩せる。お菓子とジュースやめて、ご飯の量減らせばいいんだ。うん、絶対痩せるから。クリちゃんいらっしゃい。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。じゃがいも、俺は芋類とかも全部ダメ。根菜も食べない。レンコンとか、あと、じゃがいもとか。根菜って言って根のもの、人参とかも食べなかった。うん。糖分高い。だから一番いいのはね、ローソンのブランパンとか食べてたよ。ローソンはすごいの。糖質制限の食事いっぱい出てるから。ローソンは、あの、体に健康に気使ったものいっぱい出してる。サラダチキン食べてたりとか、ナッツを食べてたりとか、とにかくずっと食べてる感じだよ。うん、はい、お疲れ様、ハートありがとう。たくさん花火、ありがとうございました。また頑張ります、放送。お疲れ様、みんな愛してるよ。
みんなありがとうね。お疲れ様。ちょっと一回仮眠取ってまた放送します。1月の4日まで仕事休みで、5日からなんで、明日も休みなんで放送やります。もしかしたらね、今日夕方か夜中やるかもしれないんで見に来てください。バガープレゼントありがとう。新竜ありがとう。じゃあ最後みんなお疲れ様読み上げていきます。ナボコフお疲れ、トッコお疲れ、ミサキちゃんお疲れ、新竜お疲れ、古代さんお疲れ、大輔さんお疲れ、つみきちゃんお疲れ、つかすちゃんお疲れ、さくらちゃんお疲れ、のんのんお疲れ、あいあいお疲れ、のぞみの部屋さんお疲れ様。ありがとうね、みんな。フォローしてくれた人もありがとうございます。のんのんさんハートありがとう。まゆんさんかな。まゆんさんお疲れ。マネージャーさんありがとうございました。たくさんの花火。マネージャーさんにパチパチお願いします。エージェントいつもありがとうね。お疲れ。早くうなちゃんマン帰ってくると嬉しいね。あやかお疲れ。村上健一さんお疲れ様です。ちささんお疲れ様です。マネージャーさんありがとうございます。あとね、いつも応援してくれてる仕事サボるさんもありがとうございます。パチパチ、アイテムくれた人にみんなにパチパチお願いします。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、村上健一さんフォローありがとうございます。良平さんフォローありがとう。じゃあみんなお疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。